チェムンシク、そして長いボールをノジュンユンに送る、ノア走った、ノア走った、韓国シュートチャンスが松永飛び出した。松永事なきを得ましたが、長いクロスがノジュンユンに出ました。危なかったですね。韓国の方も非常に速い展開になってまいりました。中央に入れてポストプレー、韓国、さあシュートチャンスが、日本危ない、危ないぞ、打たせてはいけない、左サイド、韓国フリーだった、あー、松永足でクリア、松永足でクリア、よくとありましたね、ファインセーブ松永、日本の守護神松永茂太、足に当ててクリアしました。いや、今危なかったですね。完全に今ゴールを割られたと思いましたが、さ、その夢が、目標がまさに達成寸前のところまでやってきたわけであります。あ、そして今場内はこの試合の MVP はキーパーの松永に送られています。そうですね、ゴールをね、防ぎましたからね、足で止めましたもんね。